いいパワーナップの体勢ってあるんですか。はい、現地で。あ、はいはい。しゃべり長くなっちゃう。だいぶ。はいはい。いやいや、だからそう。パワーナップですけど、会社で眠くなると、僕はパワーナップはトイレでするんですけど、なんか、いいパワーナップの体勢ってあるんですかね。だいたいこうやって寝るか、もうこうやって寝るか、ブルーシート。ブルーシート便座の、こういう体勢。地面に寝ちゃう。あ、トイレの中でこれがあるのであれば僕はここ普段からこう寝るんで、なんかちょっとあの首の収まりがいいトイレあるじゃないですか、なんかね、借金とかに感動なつクッション、うん、あれを使うとめっちゃやりやすい。トイレ行くときにもお前あいつに寝に行くぞと、あいつこういう枕持って行ったぞって あ, あれ動かないじゃない、首がこうなんない。あれだったら空気のやつだったりかもしれないですね、空気枕入れるのに油アリが出て多分メーター。あ、そうなんだ。そうなんです。なんかあんまりデスクではパワーナップする雰囲気ないっすね。ないっすね。いや、あの12時1時とかだったらいいかもしれないですけど、いわゆる昼の時間とかだったら。お昼以外。はい。パワーナップですね。はい、そういう文化ないっすね。そんな文化ある会社あります？僕はまあそこ周りだから真ん中行く。ああ、はいはいはい。はい。そうなんですよ。いかに座った状態で、まあ、もうトイレしかないですね。もうこのパワーナップできるの。あの空間でいかに快適なパワーナップをするかっていうところで。まあ、基本寒くないんであれば、まあどこでもっていう気がしますけど。ああ。本当にやりやすいよ。めっちゃ寒いトイレがあるんですよ。ああ、はい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 。ありますね。それは大丈夫ですね。寝てないのであれば、まあ、肩パパってはまるのもよし、ね、前前傾でもよし。はい、そこでそんなさっきの何でしたっけ、小豆の電子レンジ行ってもう電に行くのかよ。トイレで寝ようとしたのって癖でやっぱ脱いでこうやって座るじゃないですか、はい、ま、いやだからそのズボンを履いたまま便座に座るっていう習慣がなかったから、はいはい、普通に脱いでこうやって座って、うん、なんか気持ち悪いですよ。そうそうそう、なんかなんかこう出そうなんで、なんか、確かに、下手するとおもらし癖まで発展するから、ね、なんか、履いたまま、便座に座るっていう。結構、マジマジすると、昼休みに今一発取るじゃないですか、パワーナップ。聞こえたら、夕方以降って、空いてる会議室って ないんですか、あ、そこで取るといいですよ、あの、まあ、予約、まあ、予約制なのか分かんないですけど、会議室。17時以降は割と空いてますよね、あの、はい、そうですね。4、5時間はしっかりそこ、頑張って対策して、はい、で夕方以降にその対策って何かカフェインとかそういうので、そうだし、あの作業の行動、あ、行動で、あ、はいはい、あとまあ昼休みの、その効率をしっかり上げていただいて、はいはいはい、はい、使うのに、うん、お昼毎回寝ると、あ、この人寝る人なんだなって、うん、他の人も覚えてくる、あ、はいはい、こうちょこっと入れてると意外と悪寝るキャラを、そう、寝るキャラなんかもかけて、うん、ガッツリ寝るキャラにして、はい、あとなんかそういう寝る空間が元気ない人は出勤前と帰宅後に2回やって行った方がいい、うん、ああ、なるほど、会社はそういうキャラを作れるキャラで、はい、だ普通にトイレ行くときは枕持ってトイレ行けばいいんだろう、毎回で、あのちゃんとそれで5分で帰ってくるっていう実績をちゃんと積み重ねて、ね、それはいいかもしれない。枕って膝掛けもしれない。あと小豆。大体やっぱお前のことなんか居場所ないんだみたいな感じになる。それトイレじゃなくていいんですよ。そうですね。そこまでやんだったら堂々と出すでいいじゃないですか。どうかとかね。小豆以外にもあるんですか。後頭部温めるのは難しいんですけど、はい、なんか本当に首温める機械いっぱいある。あ、しかも電池入れるだけで、はいはい、手下げを持っていくじゃん。手下げはもうなんかスパバッグみたいなやつが全部入れてる。整理を整理整理整理をする察してくださいって皆までいます。なるほどな。デビューアップそうかしてないですよ。それはいいこと言ってみないですね。おすすめ、足浮かせた方がいいです。あ、足浮かせた方がいいですか。足裏が浮いてる方が寝るとき
体勢として覚えてる。なるほど。じゃあフットステップもダメって思ってたり。トイレに決まり持ってる。足裏ちょっと浮かしてれば。ほんまにトイレじゃなくて。確かにもうトイレじゃなくて。へー、なるほど。パーマットが3回うまくいくルーティンだと多分かなりやりやすい。35入ってないと思いますけど。でかい人来てますよ。でかい人が多すぎ。横綱もいる。クライアントにでかい。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。